お久しぶりです、ジャンチーです。ここはバンカラの街ではなくスプラトゥーン2の世界に今ジャンチーはおります。というのもですね、この動画自体も動画投稿自体がすごく久しぶりで、まあそれもね、なぜかと言いますと、ジャンチーはスプラトゥーン2でガチマッチ腕前をすべて A ランクに上げるまでスプラ3はやれませんという企画を今やっております。というのもジャンチーはスプラ3が発売するちょっと前からこの企画を始めたわけなんですけれども、その時は駆け込みみたいな感じでスプラ2の世界には ものすごく強き者たちがたくさんいたんですね。でジャンチーも、まあ、当たり前のようにボッコボコにされてですね、もうほんと悔しい俊敏な日々を送っていたわけですよ。だがしかし3発売日とともにその強き者たちが全て移行し、もうここからが、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、レベルの同じね、同じレベルの感じの方々と、まあ、バトルができるのではないかと思っていたんですが、スプラ2の世界ですね、まだまだ強き者たちたくさんいます。しかもとんでもない変態レベルのもう強い者たちです。もう星なんか当たり前だし、もう本当にね、なぜいるんだと、早く3の世界に行っておっと失礼欲しいんですけれども、というわけでね、今回はそんなスプラトゥーンのちょっと闇の世界を見ていきたいと思います。というわけで今ジャンチのランクなんですが、ガチアサリ B プラスになっております。それではバトル開始、さてよろしくお願いします。なんとかね B 隊までは行ったんだけど、こっからがとても厳しい。こういうことです。あー、クソミサイルか？さあ、あー、こういうことです。よろしくお願いします。マントマリアで、なんだこれ、なんだ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 、あー、さあごめん、カサウス、カサ、クソ、ナイス、カサ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 、よしよしよし、あ、一人落ちてるな。これもね、通信障害っていうんですか、落ちるのもね、多いんだよね、すごい。さ、勝利。これはね、あの敵が強いパターンではなく味方が強いパターン&通信エラーで落ちたからの勝利ってことですね。結構こういう運勝利が多い気がします。よろしくお願いします。3やりたーい、ジャンチーも、よいしょ、なんだなんだ、あー、通信が設定されました。これはまさかジャンチーの通信エラーってことか。俊敏申し訳ねー、あー、まさか落ちてしまった。もう一回やります。よし、リベンジマッチだ、よろしくお願いします。先ほどマッチした日には迷惑をかけちまったぜ。まあジャンチーのランクも見事に割れて散ったけどな。むっ、これは嫌な予感がするんだぜ。壊されてしまった。だ、なにこれはやばいぞ、これはまずいぞ、まずいぞ。通信エラーの後にこんな仕打ちが待ってたなんて、やめてくれやめてくれ、やばいやばいやばい、おやばいぞ、鳴り山のトゥイントゥインを、やめろやめろやめろ。さあよろしくお願いします。よいしょ、
投げちゃえばよかったかな。なんだからな、ちょっといっぱい集めていきたいな。あ、カウンターされんじゃん、ボルトで。さあ、いたか、行くしかねえ。ここ行けんだ。オッケー、道作ってくれてるけど行けないね、これは。海鮮落ちだ。あ、でも弾持ってくれてる。いけるか。でもアサリが欲しいな。ああ、そう。あ、でも2個ある。いや、でも止まらない。あー、お、ナイス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 、あるぞ。アサリを集められるか。あー、ダメか。だられてますね。あ、星のものが2にいたんだ。まあ最後ね、ちょっと人がいなくなっちゃったから。いやー、でも味方が強いから最後押してくれたんだな。というわけでガチマッチやってきましたけれども、今ですね、昼間の時間帯にやっているんですが、まあボコボコにはされましたが、これ割と適正な感じがします。ジャンチーデータによるとですね、基本的に深夜の時間はめちゃくちゃ強い人しかいないです。本当にガチでボッコボコのボコです。この動画は3連休が終わった後に撮っているんですけれども、3連休台風が来ていたので、おそらくね、あの夜活動されている強き者たちも昼間に集合して参加していたのではないかとジャンチーは踏んでいるんですが、本当強くてですね、もう全然勝てなかったです。というわけでですね、ジャンチーがスプラトゥーン3行く日はいつやってくるのか。そのためにですね、最近はほぼ毎日スプラトゥーン2で生配信やっておりますので、ぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。